中山競馬11レースアメリカジョッキークラブカップ2200です能力偏差値ですが B ランク1等 C ランク4等のレースとなりますこれから偏差値上位馬の適正分析を指数グラフで解説していきます最後に適正を反映した予想印を公開しますそれでは指数グラフへ切り替えます指数グラフの基本的な見方ですが横軸は日付の時系列 右端が今回のレースとなっています。指数は青色の折れ線で表されます。黄色線は連帯目安ラインとなります。この黄色線を上回っていれば高指数と判断できます。それでは指数グラフを使い解説していきます。暫定20丸を打っています。8枠11番、チャックネイトです。能力偏差値はトップで、偏差値ランクは B ランクとなります。金5層では、2層前に黄色線を上回っています。 特に2層前は、黄色線を11上回る優秀な指数をマークしています。能力的には、トップグループの一角で、連帯確率は高いです。距離適性を見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は2 2 0 0ルとなります。指数がピークとなっているところを見ていくと、2層前は、オレンジ色の着順が1着で、紫の丸が2400、2400が適距離ですが、 ご層前の紫の丸。今回と同距離の2200では、低指数となっています。2200は若干短い可能性が高いです。展開面を見ていきます。先行力分析シートに切り替えて、一角侵入予想図により、レース展開予想を解説します。右側の一角侵入予想図ですが、逃げ馬は不在です。先行タイプが3頭います。この一角侵入予想図の状況からは、 スローペースが予測できます。先行勢に展開の利がありそうです。指数グラフに戻って、この馬の客室を見ていきます。一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところを見ていくと、2。走前は7番手からの競馬です。中段より前目からのちょい差しが良いタイプです。展開分析シートを見ていきます。先行力は7。9でトップです。上がり指数は6。9で5位です。 まずまずの先行力で前目につけられそうです。展開面は若干のプラス評価をしていいです。馬場状態を見ていきます。馬場状態はグレーの丸で表されます。馬場が渋ると指数を上げています。明日も馬場が渋ればプラス評価していいです。馬体重を見ていきます。馬体重は黒色の折れ線。馬体重の黒線と指数の青線が正比例しています。明日も 馬体が増えてていいいればプラス評価していいです次の馬を解説していきます。暫定丸を打っています。3枠3番、モリアーナです。能力偏差値は2位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では、2層前に黄色線を上回っています。能力的には、2番手グループの一角で、連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、 2層前は紫の丸が20005層前は紫の丸が16002000が適距離ですが過去1年2000以上の出走履歴がありません2200への距離延長適正は不明でリスクです展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと2層前は後ろから5層前は後ろから後方からの差し追い込みが良いタイプです展開分析シートに切り替えます 先行力は47で7位です上がり指数は61で12位です上がり指数は全く評価できませんさせない高いリスクがありますスローペースは大きなリスクになりそうで展開面はマイナス評価した方がいいです次の馬を解説していきます暫定黒三角を打っています8枠12番ボッケリーにです能力偏差値は3位で偏差値ランクは C ランクとなります 金5層では2層前5層前に黄色線を上回っています特に5層前は黄色線を10上回る優秀な指数をマークしています能力的には2番手グループの一角で連体資格は十分です距離適性を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと5層前は紫の丸が2500 2層前は紫の丸が2400 2500が適距離ですが3層前の紫の丸今回と同距離の2200ではまずまずの指数をマークしています2200も守備範囲です展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと5層前は7番手からの競馬です2層前は5番手からの競馬です中段より前目からのちょい差しが良いタイプです展開分析シートに切り替えます 先行力は63で3位です。上がり指数は66で11位です。上がり指数は評価できません。させないリスクがあります。展開面は、若干のマイナス評価した方がいいです。馬場状態を見ていきます。馬場が渋ると、指数を上げています。明日も、馬場が渋れば、プラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定、白三角を打っています。2枠2番。 クロミナンスです。能力偏差値は4位で、偏差値ランクは c ランクとなります。金5層では3層前に黄色線を上回っています。上がり指数が高評価できるのは、前層は黄色線を4上回っています。能力的には上位馬には一歩劣りますが、連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、2。走前は紫の丸が18。 1800が適距離ですが過去1年1800以上の出走履歴がありません2200への距離延長適正は不明でリスクです展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと2走前は5番手からの競馬です中段より前目からのちょい差しが良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は61で4位です上がり指数は78でトップです まずまずの上がり指数で、ちょい差しを見せられそうです。展開面は、若干のプラス評価していいです。過去1年間の対戦成績を見ていきます。暫定20丸を打った11番の対戦成績は、1番に対し、0勝1敗と負け越しています。11番の対戦成績には、リスクがあります。暫定丸を打った3番の対戦成績は、有力馬との直接対戦がありません。評価対象外です。 暫定黒三角を打った12番の対戦成績は有力馬との対戦成績は束と遜色ありません暫定白三角を打った2番の対戦成績は有力馬との直接対戦がありません評価対象外です以上の適性分析を考慮しました最終の予想印です本命二重丸を打ったのは11番チャックネートです能力偏差値はトップの B ランクです距離と 対戦成績にリスクはありますが展開とレース間隔を高評価しました対抗丸を打ったのは6番サンストックトンです能力偏差値は7位の D ランクです距離とレース間隔を高評価しました黒三角を打ったのは2番クロミナンスです能力偏差値は4位の C ランクです距離にリスクはありますが展開と レース感覚を高評価しました。白三角を打ったのは3番モリアーナです。能力偏差値は2位の C ランクです。距離と展開にリスクはありますが、レース感覚を高評価しました。以上、指数グラフメソッドによる能力、適正予想の例を紹介しました。指数グラフに加え、新聞コメントや調教などの情報も加味すれば、必ず回収率向上につながります。ぜひ 指数グラフメソッドをお試しいただきご自分なりの予想方法を確立いただければ幸いです。